石井博人氏は千葉県市原市出身の元プロ野球選手。現在は東京ヤクルトスワローズの一軍、投手コーチを務める。アテネオリンピック野球の銅メダリスト。父親が地元アマチュア野球チームに所属していた影響で小学5年時に野球を始める。中学時代は地元のポニーリーグで投手兼外野手を務めた。1993年に 東京学館高等学校に入学。3年生夏の県大会のベスト16入りが最高成績で甲子園出場は果たせなかった。同校の1年先輩で後にプロでもチームメイトとなる愛川良治を見に来ていたスカウトの面についたことで注目を浴び、1995年のドラフト会議でヤクルトスワローズから4位指名を受け入団。背番号は 石井和久の背番号16をひっくり返した61となった。引退当板にて1996年7月16日の対広島東洋ガープ戦でプロ初登板し、同年8月10日の同じく対広島戦で初勝利を挙げる。高卒新人ながら13試合に登板して一勝、例敗防御率3.38の成績を残した。しかし、死球が多く、 不安定な内容の投球が多く見られた。その後の2年間は、故障や請求難の影響もあり、1試合の投板にとどまった。1999年は中継ぎとして25試合に投板したものの、0勝1敗防御率6.28に終わり、翌シーズン前に打者転向を示唆される。伊藤明光投手コーチ指導の下打撃練習と並行して、 聖救難の克服に取り組む天気の年となった。2000年からは中継ぎと谷間の先発で活躍。5月3日、対広島戦で先発登板し勝利するが、その後の2度の先発では3回持たず、残りシーズンは中継ぎとして起用される。この年は45試合に登板し、76回1、3で4勝3敗、防御率3.30であった。 2001年4月24日の対中日ドラゴンズ戦で1点差の8回途中から登板し初セーブを挙げる。この年は39試合に登板し防御率3.40の成績を残した。日本シリーズでは第3戦の1試合のみの登板であったが1回を無失点に抑えてリーグ優勝と日本一に貢献した。2002年にファンからの公募により イガラシ・リタと共にロケット・ボーイズの愛称がついた。この年は大きく飛躍し、セットアッパーとしてリーグ最多の69試合に登板し、6勝2敗後、S、防御率1.51の成績で最優秀な担ぎ投手に輝く。69試合の登板は、金田翔一の記録を46年ぶりに超える、球団新記録であった。また、 10月11日の対横浜ベイスターズ戦、自己最速時速 155km を計測した。2003年は防御率1.99と安定し、勝ち星でも6勝を挙げたが、故障のため36試合の当番にとどまった。2004年はアテネオリンピック野球日本代表に選出され、銅メダルを獲得した。シーズンではオリンピックによって、戦列を離れたこともあり、 38試合の登板であったが、防御率は2.05とこの年も安定していた。5月4日の対中日戦では8回表からマウンドに上がった関係でその裏のイニングで打席に立ち、岩瀬ひとのりからプロで唯一となる本塁打を放った。2005年は、いがらしの故障と不調により、クローザーに指名された。十一試合に登板し、防御率点九五、自己最多で、 球団セーブ記録体となる37セーブを挙げた。しかし、この年が現役生活において最後の活躍となった。2006年は開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。大会に備えて早めの調整を行っていたが、東京ドームで行われた第1次リーグの韓国戦で左肩痛を発症し、 二次リーグに向けて渡米するも、肩の悪化で離脱する。一定以上の活躍で、メジャー遺跡が容認される見込みであったが、一軍では11試合の当番に止まった。この肩の状態の悪化により MLB 移籍を断念し、オフに、スワローズ残留を前提とした手術を受けた。二千七年は、リハビリに追やし、一軍当番なしに終わった。二千八年は九月十七日の、 イースタンリーグ最終戦で777日ぶりの実戦当板を果たし、1回を批判だ1の無失点に抑えているものの、2年連続で1軍での当板はなかった。2009年は2軍で13試合に当板したが、3年連続で1軍当板はなかった。周期キャンプに参加し2010年シーズンに本格的に復活する意向を示した。2010年は4年ぶりに、 春季キャンプを1軍で迎えるが、屋内プールでのトレーニング中に、右足親指を劣小し、4針抜けがを負ってしまい、離脱した。ペナント開幕後も2軍で7試合に登板したが、防御率11.12と不審で、この年も1軍登板はなかった。2011年9月29日に、現役引退を表明。引退試合は10月25日の、 レギュラーシーズン最終戦の対広島24回戦で7回表に入団時の担当スカウトであった小川厚監督からボールを手渡されてリリーフ登板し先頭打者の松本孔明から3球三振を奪い現役生活を終えるリハビリ中は2009年に横浜から FA 移籍してきた高校時代の女房役相川良二と再びバッテリーを組み一軍のマウンドに 上がることを目標としてきたが、相川とプロ公式戦でバッテリーを組んだのは、この引退当番が最初で最後となった。試合後の引退セレモニーの後には、チームメイトから胴上げされた。2012年から、ヤクルトの二軍育成コーチに就任する。2013年10月23日、2014年シーズンより、二軍投手コーチに就任することが発表された。 2017年からは一軍投手コーチ。ニックネームは、ゴリ。2002年には、左腕としては、最速の時速 155km を記録するなど、最優秀な担ぎ投手に選ばれた。MLB 域を熱望しており、何とかポスティングによる遺跡を志願するもの,の拒否、されていた。2004年オフ、球団側は条件を満たした上での遺跡を、容認したが、翌2005年オフ。 古田敦也新監督の就任により、事情が変わったとして認めない方針に転じる。2006年1月、球団が約束保護について謝罪し、同年オフの遺跡を容認したことで、ヤクルト残留を決める。しかし同年に、肩の状態の悪化したことを理由に、MLB 遺跡を断念した。ありがとうございます。